サターンロケット。サターンロケットは、アメリカ航空宇宙局が開発、運用していたロケット。元ドイツのロケット科学者、ベルナー・フォン・ブラウンが中心となって開発した。後期型のサターン V は、有人月ロケットとして知られる。アポロ計画で、計12人もの宇宙飛行士を月に送り込んだ、人類史上、当時、最も早く、最も高価で、最も遠い場所に行った乗り物である。 サターンという名は、土星から。先代のロケットが、ジュピター、木星であったため、次は土星だろうという経緯で決まったとされる。その後、サターン V は、アメリカ発の宇宙ステーション、スカイラブの打ち上げにも使用され、現在は2機が、展示保存されている。サターンシリーズの最初の方、日本の H-2A とほぼ同等の低軌道、打ち上げ能力を持つ。当初、 サターンロケットは C1、C2、C3、C4、C5 と発展する予定だった。サターン I はこの C1 にあたる。C2、C4 は期間とコストの圧縮のため廃止。よって C2 以降でのテストを予定されていた液体酸素、液体水素エンジンである j 2を2段目に搭載したサターン IB が開発されることになった。なお、 C5 は、後のサトアン V にあたる。アポロ計画初期において、主に司令船と機械船の運用試験を行うため、地球周回軌道上に打ち上げるために使用された。液体燃料の二段式。アリアン V と同程度の18トン程度のペイロードを低軌道に投入することができた。一段目には8機のケロシン、液体酸素のロケットエンジンをクラスター式に搭載している。二段目には、 新型の水素ロケットエンジン J-2 を搭載している。このエンジンは、性能が良くなっただけでなく、複数回にわたって燃焼できるのが特徴。後のスカイラブ計画では、スカイラブ2号から4号、アポロ司令、機械船の転用を輸送するため、サターン V の射点で下駄を履かせて発射された、サターン V の発射等は、IB にとって大きすぎた。なお、 1975年のアポロソユーズ共同飛行計画でもソユーズ19号とドッキングを行うアポロ宇宙船の打ち上げの際にはスカイラブ2号から4号までと同様の発射方式が取られた。サターン2はかつて計画されたアメリカのアポロ計画に使用されたサターン V の派生機種の使い捨てロケットである。サターン2の基本的な概念は サターン V の部材を流用して生産することで、サターン B の生産を終了することで費用を節約し、より大きな打ち上げ能力で置き換えることが目的だった。この計画では、SIB の製造ラインを閉鎖して、より効率の高いロケットシステムに統合することを目指していた。アポロ宇宙船を地球周回軌道へ打ち上げるために、使用していたサターン IB の生産終了に伴い、 サターン IB のように先端部に友人のアポロ宇宙船の打ち上げにも対応できる能力を備えることも可能だ。サターン2はサターン V から SIC を取り除いた形態で最も単純な形態だった。サターン V の2段目に使用されていた S2 を1段目に備え、サターン V とサターン IB の両方で使用された s i ブ部を2段目に備えていた。 いくつかの派生機種も考えられたが、どれも生産には移されず、サターンの全機種の生産は終了して、ペイロードの打ち上げは、スペースシャトルに移行した。アポロ月探査船の指令船、機械船、LM、ガツ着陸船を月に送り込むために開発された、全長110メートル、底部直径10メートルにも及ぶ、史上最大のロケット。三段式の液体燃料ロケットで、ケロシン、 液体酸素のロケットエンジンを1段目に5機、液体水素、液体酸素のエンジンを2段目に5機、3段目に1機搭載する。総重量の実に93%が推進剤という推進剤の塊のようなロケットである。また、第1段ロケット5機の総出力を馬力に換算すると約1億6千万馬力に達するが、 これは現在までのところ人類が開発したものの、中では最も高出力のエンジンである。サターン V は地球付近の高度約 300km の低軌道に120トンにも及ぶペイロードを投入することができ、まさに月に行くためだけに作られたロケットである。しかし、予算削減のためアポロ計画は20号までの予定があったところを17号で中止となり、残された。 サターンブースターとアポロ宇宙船は続くスカイラブ計画やソ連のソユーズ宇宙船とのドッキングミッションに使用された。1961年5月に行われたケネディ大統領の演説により NASA は1960年代末までに月へ宇宙飛行士を送り込むことになった。設計が似ており一部の部品を供給できるノバケットとサターンの両方のロケットが この計画に検討された。結局、早期に生産可能で、大部分の部材を空輸することが可能な、サターンロケットの案に選ばれた。ノバロケットは主要な全ての段の生産のために、新しく工場を建設する必要があり、期限内に完了できない深刻な懸念があった。サターンロケットは提案された一段目の生産に、新しい工場が一つだけ必要で、それが選択された。 理由だった。サターン c 5はシルバースタイン委員会の構成において最も強力で最も転換可能な設計として選択された。当時ミッションはまだ選択されていなかったので十分な出力が供給されるように彼らは最も強力なロケットの設計を選んだ。これは賢明な判断だったことが証明された。ガツキドーランデブーが 最終的に選ばれ、必要な打ち上げ重量が削減されたが、C-5 の余分な打ち上げ能力の向上は、宇宙船の重量の密かな増加にとても有用だった。この時点において3段すべて、設計図のみに存在し、それらの実現には、ロケットの試験よりも以前に月探査機が開発されて、試験される可能性が高かった。 NASA は既存のレッドストーンロケットとジュピターの燃料タンクの技術を流用した一段目とすでに開発中の上段ロケットを組み合わせた CE-1 の開発を試験機として継続することを決め、これにより S4 の試験と同様にカプセルや他のコンポーネントの試験も低軌道で実施することができるようになった。最終的に使用されたサターンロケット サターンロケットシリーズにはいくつかの派生機種が計画されていた。計画のみで実現しなかった機種も多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。